フィルター来たね。こんにちは、みなさん。荷物が届いたって。ダイニングテーブル来たって。あのね、ずっとあれを使ってたのよ、ね、キャンプのやつを。だから、これとこれだけ送ってきたんだよね、大きいのは。あの家具たちは。これがやっと届いたから、超嬉しいと思って。これね、すごいね、ストレスだったわけ。これすごい小さいから。すっごい小さいからね、家族5人じゃやっぱりちょっとね、小さすぎちゃって。で、キッチンはね、今こういう感じになってるわけよ。こう箱さ、開けてなんかもう、すごいごっちゃごちゃなわけ。こういう感じになっております。昼寝中。超嬉しい、マジで。こんにちは、皆さん。今日はこれからどこに行くかと言いますとですね、日本のスーパーマーケットにこれから行きます。もうなんか基本があれだ、どっか行くってなって2つ店舗があるとすると、どっちの駐車場の方が大きいっけみたいな、もうそういう基本になってきた。もうなんかもうどこ行くにもすごい小さいから、そう、どこ行くにもね、ハワイの駐車場がすごい小さくって、この間さ、私子供を連れてですね、シャッターが壊れてるわけ。カモンカモン。この間ね、あそこ行ったのよ。日本の北海道出身のパン屋さん、ブラグっていうとこ、 BRUG だから、ブラグっていうパン屋さんに行ったんですよ。そういう日本のさ、なんか甘い、なんか小さい、すごい手の凝ったパン食べたくなって子供連れて行ったんだよね。で、それで、そう、私車ミニバンを買ったんですよ。日本でいうワゴン、ミニバンを買ったんだけどね、そのさ、パン屋さん行った時にパン屋さんの駐車場が超小さくって、ほんと超小さくって、で、こっちに行かなきゃいけないみたいな道に入っちゃったから、そこにこう走ってってったら、そのさ、曲がるようになってんのよ、道がね。で、そのさ、曲がるところ入った時に、その曲がったところにあったポールに削ったんだよ、車を。こっちに引っ越してきてから日本食のスーパーをほとんど行ったんですよ。うん、まあ行ってないところもあるけどね、大体行ったの、そのメジャーなところとかは。で、
私がその中でも気に入ってるのがですね、ハワイに、ご在住の方は、知ってると思いますが、虹屋。いいですね。他のお店と比べて私が感じたのはですね、ものすごくこじんまりとしてて、正直どってことないんだけどもね。だけど、なんで私が好きかというと、他の日本食のスーパーに比べて、有機系とか、あとそういう無農薬系の食べ物が揃ってた気がする。他のお店と比べて。だから、すごい、こう、気を使って、なんていうのかな。何？その、お店に置くもの、ね、選んでるのかなっていう感じがすごいしたから。だってさ、きな粉とか、きな粉とかさ、探しまくったんだけど、あるんだけど、全然そういう、なんていうのかな、そういう無農薬系とか、有機系がないわけよ。なんだけど、虹屋にはしっかりと有機のきな粉があったからさ、あれなんだよね、なんかきな粉はさ、大豆だから、大豆系はどうしてもそういう、なんていうの、遺伝子組み換えしてないやつとか、無農薬とか、そうね、そういう有機とかそっちの方がいいからね。そう、それで、きな粉すげえ探したからね、虹屋さんにあったんですよ。有機のきな粉が。だから、それもそうだし、なんか無添加、無添加無着色とか、無添加無着色も多かったから、そう、虹屋さんに行きたいの。で、それと、あと、H マート。韓国のさ、スーパーなんだけどね、それは。だけど、ほら、うちら似てるじゃん、食べるもの。だから、そう、その韓国のスーパーにも行きたいのよ、これから。そんでだ。もうね、遠く止める。人の隣止めないもん、遠く止める。OK。Okay. Okie dokie. Cool. 着いた。ちょっとさ、あれよ。私は今ワイキキの、何？どこの近くって言ったらいいの？お、ショッピングセンターの近く。多分旅行に来る方とかで数日の間にどうしても日本食が食べたいとかで、でもなんかそのちょっとこうピッキーな方、私みたいに虹屋がいいと思います。 OK、 じゃあ私はね、買わなきゃいけないものを買ってきますね。 OK、All right, let's go. Okay, let's go. ね、ちょっと面白いことシェアしていいですか？あのさ、今までいた州で、なんかこの人日本人っぽいなと思って、もう頭から日本語で話しかけるとするじゃないですか。で、そうすると絶対日本人じゃないパターンがほとんどだったのね。てかマスク取った方がいいね。絶対日本人じゃないパターンが多くって、なんかどこ出身かわかんないけど、結構なんか割と日本人っぽく見える国から来た人とかって、あのシンガポールとか、まああとコリアン系もそうだけど、そう、ちょっとね、なんか日本人だなと思って、もろ日本語で初めから行くと日本人じゃないってパターンが今まで結構多かったんですよ。で、恥ずかしい思い結構して。で、だから、もう、今までいた州は、もう日本人っぽいなって思っても英語で声かけるようにしてたんですっていうのも、なんか別に、なんていうの？お店で働いてる人とかに、ね、頭からその、なんていうのかな。何？例えばさ、レジしてる人とかが日本人っぽいけど、なんか一応英語でさ、会話するじゃないですか、買い物するときって。で、そういう感じでやってきたんですよ。だけど、
ハワイに来てもそうしてたんだけど、でももう本当に本当 99% の割合で日本人なんだよね。だからもうさっきさ、店から出たのよ、あのカートをして。でそしたら日本人っぽいような感じのおばさんがこう車、あ、自転車に乗ってこう出てきて、ちょっとこうぶつかりそうになったわけで、彼女がはい、どうぞ行ってください。どうぞ行ってくださいって言うのね。で、私がまあ多分日本人だって、見た目で分かって、こう日本語でまあもろ話しかけてるのか、アジアンっぽい人に日本語で話しかけてるのかは分からないけど、だから私が言いたいのはですね、ハワイにいるんだったら別に、こう、そういう配慮いらなくていい。配慮いらなくていいって言ったらあれだけど、なんかこう、日本人っぽいな、この人って思って、思ったら絶対日本人なんだよね。住んで、そういう経験ある人いるでしょ。ちょっと、経験がない人は多分私が何言ってるかさっぱり分かんないと思うんだけど、経験ある人は、分かる分かるって絶対なるって。でさ、私のさ、今さ、運転している車がさ、ワゴンなんですよね、ワゴン。やっとワゴン買って、もう超嬉しいんだけど。もうビーチ行く時とか最高だよ、ワゴンだと。本当に、うちの旦那は車野郎だから絶対ホンダなんて買わないとか言ってたけど、もう最高でしょ、もう。ホンダ買ってなんぼでしょ。あー、曲がりたいんだ。ちょっと待って待って。Okay. Okay, I know, I'm sorry. ちょっと曲がってるよね。行きにくいよね。ちょっと待って待って待って。こっちさ、パニックだから私今。じゃん。ここを行きたいわけ。行かして。もう行かせて。行くからね、私。オッケー。道が狭いんだ、ほんと。道が狭いんだ、ほんと。あとなんだ、何が必要なんだ。これの。やばい、ちょっと待って、あのさ、あっ、あっち、 OK、 もう駐車場が狭すぎるから、ここからさ入れないから、助手席の方から入ったよ。やばい、ちょっと待って、あのさ、買い物してたらさ、のぞみさんですかって声かけてくれた人がいて、さやかさん。もうさ、声かけられちゃったらもうあれだよ。何探してたかでもう全部忘れちゃった。やばーい。嬉しいですね、声かけてくれるのはね。これ私、チケットどこやった？嬉しいですね。さやかさんにも言ったけどさ、なんか、声かけられるの正直2回目で、で、1回目声かけてくれた方は、それも日本食のスーパーだったんだけど、声かけてくれてね、で、超嬉しかったんだけど、私その時もろすっぴんで、その時に、もう絶対に外出る時お化粧しようと思ったのね、声かけられる時のために。なのにさ、こうやってさ、またさ、すっぴんでいたらさ、声かけてもらえたの嬉しいんだけど、またすっぴんだ私と思って。
そう、そんな感じだよ。てかそうだ、ちょっと待って、岩にぶつかってるんだよね、私。二人でこっち来ちゃったよね。ビデオだよ。そうだよ。そうなの。そうなわけ。ここに見せられてる。
だからあれですよ、海行くかそれかそういうスーパーとか行くかみたいな。だってさ、ハワイほとんど全部閉まってて今、それ日常必需品とされるものしか、ハワイはね